皆さん、こんにちは、マーティーン、デアのミラクーボーイ、キングタクです。福島県、相馬市のスポーツ合宿のところ、どんどん紹介します。令和2年7月にオープンした、ビーチバレーボールのコート。あとは、スポーツアリーナ相馬第2体育館もオープン。スポーツアリーナ相馬もまあ、何でも、弓道もできますし、何でもできます。剣道。いろいろバレーボールとか、はい。相馬港野球場、野球メイン。テニスコート。 あとは、岩子相撲道場、大相撲、ここも稽古いいですね。巡業にもいいですね。大相撲、福島場所も開きたい,いですね。東北復興場所ってもいいです。はい。相馬市民プールもいいですし、松川浦パークゴルフ場、相馬工業パークゴルフ場、相馬工業ソフトボール場、サッカー場、いろいろあります。そのスポーツの合宿、近くにはホテルもあるけども、いろいろホテル、旅館とかいろいろあっていいですね。 合宿してるのはいろいろありますが、スポーツ合宿では青森山田高校サッカー部でも使っております。あとはゼミ合宿では、京林大学の観光交流文化学科の古本ゼミでも参加してましたね、過去に。さらにサークル学宿で東京大学のサイエンスコミュニケーションサークルでも使っておりますね。はい。というわけで以上です。バイバイ。